名久子院は、伏見高神堂とも呼ばれ高神信,信仰の寺院。三号は光丸山という、新言衆大後派、本尊は大生面混合を安置する。本尊は、婦人病、下の病、夫婦和合の信仰を集める。1638年、解散。当初は、境内北に隣接する、公園一帯を含め、大本堂、書道が立ち並んでいた。 1698年、第113代、東山天皇の御願書になる。1868から1912年、明治期中期、本堂などを破却される。その際に、境内は、現在の規模まで縮小された。京都府京都市伏見区、松屋町614本堂に、本尊の大生命混合が安置されている。秘仏であり、図紙内に収められている。 60年に一度、更新の年にのみ開庁される。電子病気とも呼ばれる、電子機の難を除く。伝染病は見えない虫が媒介すると考えられてきたので、三種株根の虫を退治すると考えられ、更新と集合した。古来、一切の病魔悪期を除き、一切の願いを成就させる手法がなされてきた。当時では、毎日、生命混合法が手法されている。 午前日がある。剣族として四体の四大夜者、二体の二大同時、三縁、脇待て、鎌倉時代作の不動明を、工房大師、東山天皇天牌を祀る。実感、甲、乙、平、平、母、己、かのえ、新、水のえ、木、十二子、根、牛、虎、う、立つ、馬、羊、猿、猿鳥、犬、犬の組み合わせによる。 組み合わせは六十通りあり、六十日に一度巡る。更新の日の夜、人々は寝ずに一夜を明かす、更新待ちを行う。人の腹中には三種かばねの虫が住むという。更新の日の夜、人々が寝静まると、虫は人の体から這い出すという。虫は人が犯した悪事を天帝に告げ、それによって人の寿命が決まるとされた。このため、人々は、 虫が抜け出さないように寝ずに過ごした。更新待ちにより、三種株根の虫を除き、即歳延命、心身正常を祈願した猿が手足をくくられ、動けない姿を表している。猿は、人の心中にある欲望を例えている。欲望は、あたかも猿が走り回るように心中で動き回る。努力を怠ろうとし、悪行を行う。願いを叶えようと努力すると妨げようとする。 これらの欲望をくくり、更新により制御してもらう。くくりざるの体内には、本尊、大生命混合の誤札が収められ、海岸の秘宝により魂が込められている。ありがとうございます。